はいどうもこんにちは、岩下スティーブンです。いやこの服なんかエボル関係紹介するか、もしくは本当にコブラを紹介する時ぐらいしか使わないな。ヒュー。そんなわけで11月中旬こちらの2体のフィギュアがプレ版から届きました。服着てる時点で迷いはないんだけど、まずはこちらから紹介。こちらはまた近いうちに仮面ライダービルドのラスボスエボルトが変身しています。 SH フィギュアーズ仮面ライダーエボルブラックホールフォームフェーズ4の紹介です。フェーズ4ってことでエボルの究極の最終的な姿、コブラフォーム、ドラゴンフォーム、ラビットフォームと来ていきなりブラックホールフォームですからね。動物からいきなり宇宙で起きてる現象みたいになりましたから。箱の方は黒と赤のグラデーション、正面にはデカデカとブラックホールフォームで、逆側がちょっと斜め見てる状態。ほんで箱の裏、いろんなポーズが取れるよっていうのが書いてあります。ちゃおう。よし、そんじゃこちら中身を見ていきましょう。エボルエボルの声真似無理だわ。中身は一段構造の本体と説明書、中身の方もよいしょ。特に武器関係がついていなくて付属品は手首だけ。手首の方は2、4、6、7種類、指差しおしゃれな形のパー、普通のパーで1個だけ入ってる右手が、これなんかの持ち手なんだけど、エボルドライバーのここを持ってぐるぐる回すようなやつだろうね。というわけでさすがフェーズ4、付属品の方もなかなかシンプルなんで、もうこちら見ていきましょう。 Are you ready? エボル。なかなか白っぽいな、ブラックホールフォーム。持ってみた感じ、普通のフィギュアーズよりもちょっとなんか重量があるような気がした。上も下もなかなか装備着込んでるからね。で、いきなり並べちゃうけど、フェーズ1と並べてみると、あー、結構違う。これあと2体買っとけば、1、2、3、4で並べることができたんだけど、まあそこはしょうがない。1と4では結構シルエットが似てるんだけど、細部をよく見てみると全然デザインが違うんですよ。まあでも各フェーズの中では一番テイストが近い。実際頭とボディーアーマー、肩アーマーは完全に別だけど、実際これ見てみた感じ、腕と下半身の方はおそらく共通のパーツを使っていますね。共通部分はあるんだけど完全に見た目が別物ですよ。今回はちょいちょいフェーズ1とも見比べてみたりします。さあそんなわけでまずはお顔の方、フェーズ1の方と見比べてみると、色数も減ったしデザインの方もちょっとスッキリとしましたね。色の方はブラック、ホワイト、あと複眼のところにちょっとなんだろう、赤というかマゼンタかな、マゼンタっぽい色がちょっとだけ入ってるのがおしゃれだな。位置づけ的に多分これが複眼なんだろうけど、あんまり目っていう感じはしないな。逆にどこから見てるかよくわかんないっていう、なんか得体の知れなさがいいですね。ちょっと不気味な感じがまたかっこいい。ちなみにこの複眼の方は横から見たコブラっぽくなっていますね。そして顔のど真ん中は真っ黒、真っ黒だけどなんか中心にポツンと丸いものがあります。フェーズ1の方ではなんて言うんだろう、星座表みたいな感じになっていたんだけど、こっちは多分ブラックホールフォームっていうことでこの真っ黒になったんだろうね。でさらにフェーズ1の方であったこの金色のボタンみたいなものがなくなってるし、耳についてる分度器というか何かしらの定規っぽいものも消えています。その代わり頭の横からなんか角みたいなものが生えていますね。こうやって見てみると頭の造形の方も似てるようで全然違うんですよ。でぐるっと回って後頭部、後頭部の方もまあシンプル。頭の後ろに丸いものがついてるっていうのは共通だけど、やっぱり色数が減ったことによって全然別物に見えますね。この白黒のシンプルさがまたかっこいいわ。そんな頭の角をまず上向くのがグッ、襟がちょっと高めだから後頭部でぶつかって途中で止まって、まあ標準ぐらいかな。対してうつむく可動がグッと、うつむくのもまあ標準ぐらいかな。そして首周りの襟の方は割とゆとりがあるんで、横を向くとグッと、干渉することなく問題なく真横を見れます。さあそしてお次はボディ部分なんだけど、何がいいってここのホワイトね。ホワイトがなんだろう、すごい上品というかすこぶる綺麗だね。ホワイトだけじゃないんだけど全体的に艶消しになってるんですよ。なんだろう、この辺のホワイトのスベスベした感じが石膏で作られ彫刻みたい。石膏じゃなくて石膏ね。でホワイトに合わせて基本的に全体のブラックも艶消し、装備の複雑さというか情報量がなかなか多めではあるんだけど、カラーリングのおかげでなんかすっきりとした見た目になっています。色使いのおかげで個人的にそんな印象ですね。まあでもやっぱりフェーズ1と見比べてみると造形がだいぶすっきりしたっていうのは見比べるとよくわかるね。ボディーアーマーは造形がまるっと変わってるけど、肩アーマーは見比べてみると同じだね。多分造形の方では変化がなくて色が違うぐらいだと思う。肩アーマーの方はなんと言ってやら宇宙ゴマというか UFO とかみたいな円盤みたいな、まあなんとも不思議な形をしている。こっちも基本的にブラックホワイトなんだけど、ここのところにまたマゼンタのラインが引いてあります。でラインも引いてあるし、この輪っこの内側が赤色になってるんですよ。この辺が赤になってんのがまたおしゃれだわ。そんな肩の角はまっすぐ上げるとグッ
と行け、思わず行けって言っちゃったけど、ちゃんと水平まで上がります。輪っこのところがギリギリ頭に干渉していませんね。これが真上に上がってるっていう状態もなかなかかっこいいな。そして肩の方は引っ張ると、よいしょ、引き出せるようになっていて、前後と上下の可動があります。そしてアーマーで隠れてて見えないけど、肩と二の腕の間にはロールの可動、そしておそらく特に変わっていない腕、肘の可動がぐんぐんと。いいね、見た目はなかなかごっついけど限界まで曲がってくれます。身も蓋もないこと言うと、単純に新規造形する手間を省いただけなのかもしれないけど、元からあったこっちの派手派手な色使い&複雑な造形も残しつつ、こっちのシンプルな装備と合わせても全然違和感がないっていう、なんかバランス感がすごいよな。そしてぐるっと回って背中には、なんだろう、これ羽っぽいものが追加されていますね。サークルが途切れ途切れになってる感じで、なんともまあ不思議なデザイン。よくわかんないものに関しては不思議なデザインとしか言いようがないよな。なんだかよくわからんが、これもかっこいい。でボディの可動は胸から上とお腹のあたり、装備はなかなかごっついけど、可動の方まずのけぞるのがグッと。お腹のあたりはそこまで動かなくて、可動の方もまあそんなに動かないか。対してうつむく可動がグッと。うつむくのまま装備がごっついからしょうがないね、ほとんど動きません。まあ結構この辺も干渉してるからね。でお腹にはそんな干渉物もついてる変身ベルトのエボルドライバー、ドライバーの方はすごい、ここのところ新規造形だ。多分ここ新規造形だよな。ここのちょっと曲線がかったゴールドのところ、こっち前のやつはなんか一体化していたんだけど、今回のドライバーについてるやつはなんか隙間も空いていたり別パーツっていう感じがしますね。ちょっぴり造形のバランスが違うような気がする。そしてベルトには赤い方がコブラエボルボトル、黒い方がライダーエボルボトル、それぞれはなかなか細かいけど、よいしょ、ちゃんと劇中通りの取り外しができます。そしてさっきちょっとお腹に引っかかっていたこれがエボルトリガー、これをベルトにつけることでブラックホールフォームに変身ができます。造形の方もなかなか細かいな。ちょっとこれは見えにくいけど、ここのクリアパーツの向こう側にちゃんと赤い模様が入っています。でもちろんベルトの横についているレバーの方は結構僕のやつは渋めだけど回転します。さあそして下半身はこれ2枚あるのかな。足の方は横から出てるローブみたいなものに包まれています。フェーズ1でも腰の横のところに装飾あったんだけど、なかなかでっかくなったな。見た目はすごいかっこいいんだけど、フィギュア的には可動にどんぐらい影響してくるかな。腰のローブはカチカチではなくて軟質でできています。結構柔らかめ、ちゃんと上下がべったりくっついてるって感じではないね。あーでもなんか上の最低限のところで一体化はしてるわ。で腰のローブの方は一応こうやってブワッと動かすことはできるけど、なんか可動っていう感じではないな。どこぐらいまで動くんだろう、怖いぞこれ。一応水平近くまでは上がるけど、手を離すとぐっとちょっとずつ戻ってく。腰のところに関節機構がついてるって感じではないな。だからあんまり形を固定しておくと癖がついちゃうかもしんない。まあでも柔らかくなってるだけだいぶありがたいわ。ちゃんと布っぽい造形も入ってるし、微妙に段差がついてる。色の分け方も特にはみ出しもなく綺麗ですね。2枚目の下のところはちゃんと黒から赤へのグラデーションになってる。そしてこれまくって気がついたけど、足の横のなんか分度器っぽいものは消えてますね。さすがに邪魔だったから取ったのかな。でくるっと回って後ろのところにももう1枚布、一番後ろの足首のところに差し掛かるまで結構長めだな。長めかつ先が割れていて、もちろんぐにゃぐにゃ曲がります。さあそして腰の可動の方、まず引っ張るとグッとちょっと引き出せる。で引き出した状態で足を上げるとグッと、ちゃんとローブが避けてくれるんで水平まで上がります。ただこっからはどうだろうな、また割りがグッと。また割りはさすがにちょっときついか。思いっきり布を上げればもうちょい動かないこともないけど、どの辺が弱いとかもちょっとわかんない状態だから、あんまり動かさない方がいいかも。ちょっとあんまりに気になるから上半身外してみたけど、構造的には左右で一体化していて真ん中のところで接続、特に可動っぽいものがないからあんまり動かすと劣化しちゃうかもね。いろいろと気をつけた方が良さそう。そして可動の方に戻って、ももの付け根のところにはロールの可動、もものところは分度器は取り払われたけど、それ以外はやっぱり変化はないかな。膝のちょっと上ぐらいにアーマーがついていて、膝の方はローブの影響どうかな。真横から見るとほとんど隠れちゃうけど、膝の可動はぐんぐん。膝を曲げるとちょうど隙間のところから足が出てきますね。ローブであんまり見えていないけど、ちゃんと90度超えて動いてくれます。めちゃくちゃ影になってる。そしてすねだったり靴のアーマーの方も特に変わらず、この辺の面積広めのメタリックのレッドとブルーの光沢がいいね。でこれまたローブで隠れちゃってるけど、後ろのところは真っ赤っか。ここもなかなかギラギラしたメタリック感で、足首の方も特に変わっていなくて上下の可動で、さらにくるぶしも傾けられます。もちろんつま先もちょっとだけ動きます。で足の裏の方には何にもない、かなりフラットな状態。はい、というわけでエボルのブラックホールフォームの造形と可動、こんなところなんで、いろいろポーズをつけて遊んでいきましょう。チャオ。
まずは箱の裏にも一番でっかく書いてあるいかにもエボルって感じのポーズ。片足ちょっと上げて腰に手を当てて、で、チャオーって言ってるかのようなこの手の形ね。このムカつくぐらいフランクな感じのポーズがすごいエボルっぽいね。手の形なんかもこのポーズするとき以外いつ使うんだっていう形をしてるから、限定的な手首がつくほどいかにもそれっぽいようなポーズ。ちなみに僕は飾ってるときフェーズ1にも似たようなポーズはさせてるけど微妙に違う。まあでも棚に飾るとしたらやっぱりこのポーズかな。お次は初めて変身した時の空中に浮いてる時のポーズ。空中に浮きながら上を向いてちょっと手を優雅に広げてる感じ。エボルはわりかしこう最低限のポーズでそのキャラクターらしさを出せるから、あんまり凝ったポージングにしなくてもそれっぽさが簡単に出せるっていうのは結構いいね。さあお次も割と最低限、両手をパーにしてクイッと上げてちょっとアメリカンなやれやれっていうポーズ。アメリカンやれやれもすごい似合う。そしてお次は変身後のポーズ。変身したらなんかブラックホールの空間に一旦消えんのかな。ぐわっと一旦消えてからなんかブラックホールの中からまた出てくるみたいな、いかにもブラックホールって感じの変身でしたね。両手広げた状態で斜めから見るとこっちの手がちょっとボケて遠近感が出ますね。でこのポーズを取るときはこの肩アーマーがなんだろう、背中の羽っぽいところ、円盤が背中の羽っぽいところの隙間にちょうど入るようにするとまあ腕が広がります。ちょっとこの辺の調節が気使いそう。あとブラックホールフォームはこう強キャラの証でもある手を前に出しただけで爆発するっていう、最低限の動作で強力な攻撃を出せるっていう、もうドストレートに強い人。かざしただけで爆発はずりーよ。さあお次はアクションでパンチのポーズ。ローブの方も柔らかいんで問題なく足を広げられます。エボルってグーの手になるとここの指の装飾がなんかトゲみたいになってすごい痛そうなんだよな。パワー関係なく殴られたら普通に痛そう。ローブが柔らかいおかげでハイキックなんかもできる。ポーズの参考にしたのはライダー図鑑に載ってるポーズなんだけど、こん時こういうアングルでビルドのジーニアスフォームを蹴ってるんで、この辺も再現するためにそろそろジーニアスフォーム出してくんないかな。エボルも出てきたし、そろそろ出てくれていいんじゃない。でもちろんライダーキックのポーズもできます。ローブが布製で針金が仕込んであったらなんかもうちょっとこう躍動感がつけられたんだけど、まあ腰ローブ系はウィザードの方で結構工場の人も大変な目にあったって言ってたから、その辺はコスト的に難しかったりするんだろうな。いつか針金が仕込まれてるローブだけ発売されないかな。お次はビルドの中でも結構みんなの印象に残ってるであろうシーン、ナンバロットをへし折ったウツメが忠誠を誓った後のこう高笑いのポーズ。パーの手を使えばこんな風に笑ってる感じにできますね。でなんか近くにあった石みたいなもんに倒れ込んでどんどん叩きながら、だから人間は面白いって喜んでるシーンで、謎の箱に腰掛けてこの星を滅ぼすのはやめたーのポーズ。ちゃんとこれ後ろのローブが軟質になってるんで、本来のアングルはこの後ろからね、後ろから見た時の後ろ布を巻き込んでの座り方なんかも再現できます。印象的なシーンなだけにこうやってちゃんと座れんのはありがたいね。であと付属品確認するときにあの指差しかなって言っていた手なんだけど、手の形見てみた感じなんかを持たせる用の手かなと思ったんだけど、スチームブレードとトランスチームじゃなくてネビュラスチームガンだけど、一応この2つ持たせることはできるんだけど、なんか手の形的にジャストフィットではないんだよね。ガンの方もトリガーに全然指かかっていないし、ボトルを持たせる用の手かなと思ったけど持たせてみるとスッカスカで落ちちゃうし、最初の考えで指差しかなとも思ったけど、それにしては指先曲がりすぎだからな。これは何に使う手なんだろうな。一応サイズ的にはビートクローザーが一番ぴったり、まあドラゴンフォームでも使っていたから似合ってるっちゃ似合ってる。はい、というわけで今回は SH フィギュアーズ仮面ライダーエボルブラックホールフォームフェーズ4、こちらを紹介してきましたがいかがだったでしょうか。相変わらずこの複雑な造形を再現してるっていうのもすごいし、いろいろかっこいいデザインはしてるんだけど、特に気に入ったのがこのホワイトの質感。この辺のお上品な感じのホワイトは最高だね。ホワイトの中に鮮やかなマゼンタが入ってるっていうのもまあおしゃれ。造形塗装の再現度も高いし、やっぱりこの腰のローブが軟質だからね、まあ柔らかいとは言ってもがっつり干渉はしてくるんだけど、カッチカチではない分だいぶありがたいですね。クロノスもこういう感じになってくれればな。まあトータルで満足はしてるんですけど、まあ欲を言えばもうちょっとなんか付属品が欲しかったかな。いろんなロストフルボトルがついているパンドラパネルとか、まああとこれまでつけたらどうだって感じはするけどナンバロッドとか、あとうつみに渡すベルトがついていない状態のこのエボルドライバーとかね、そういうのがついてきたらよりなんか遊べただろうなって感じはしますね。とりあえずこれでエボルの最終的な姿が出てきたから、さっきも途中に言ったようにそろそろジーニアスフォームの方も出てきてほしいなって思いますね。まあ参考展示はされてるから待ってればいつか出てくるでしょう。出てきたらぜひこの人と戦わせたいなと思います。というわけでここまでご視聴ありがとうございました。それではチャオ。